今回は、柱間が記憶を持ったまま人生2周目だったら、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。この辺で思い出したら忍びの歴史が変わるかな？と思ったが未来を知ったとしても柱間なら目の前のまだらの兄としての不快情、柱間視点を信じて原作通りにする気もする。違いあるかわからんけど、もしやるなら2周目でもただのパフォーマンスにはならないだろうという凄みはある。記憶持ち越しで2周目ならこんなとこで自決戦やろ覚悟が早まるだけじゃね？一番ノイズが入っちゃいけないシーンじゃん。扉間がその隙をついてマダラにとどめを刺すわマダラがその固まってる姿を見て改心しないのに択になりかねんね。直前に柱間に手出しは許さんって本気で言われてるから扉間はマダラに何もしないと思うやるとしたら、迷いが見える兄の代わりに自分が自害することだと思う。一周目で恥じることはしてないからな。結末を最初から分かっていてもギリギリまで手を取り合うことを諦めない気はする。いろいろ考えた結果原作通りに進めるのが一番マシって結論になりそう扉間もだけど一周目の知識で何かやってやるぜってなる感じがしない。クロゼツ絶対殺すマンになる。この兄弟は火の石を信じてるから、やるとしても後世のために仕込みをしておくだけな気がするのよね。マダラが道を違えたら何周目でも心を痛めながら殺すと思うけどここではまだじゃないか。柱間は2周目でも変わんないよだから勝敗を覚えてる掛け事でもいつの間にかかもられる。1周目の記憶ってのが江戸転生された時のも含まれるかどうかでも変わり捜査とを作るまでは同じになりそうだけどマダラを火影に推薦するイベントは消えるかもしれない。亡くなったらマダラが盗み聞きするシーンなくなるから結構影響ありそうでは？マダラを2代目火影にするために扉間の権限をいくつか制限するんじゃないかな。クロゼツと陸道仙人と秘跡について知っていれば歴史を変えるだけの力は柱間にはある。あるいは歴史通りに動きつつクロゼツにトラップを仕掛けるか。週末の谷でマダラを殺した後でクロゼツを始末。マダラが復活した段階で、待っておったぞ、押してから2代目火影にする準備をしてもいい。陸道の時代から暗躍する不穏分子を始末するために芝居を打ったといえば民は信じるだろう。半分は本当だし、何にせよ、里のためなら親友でも弟でも我が子ですら殺す、という覚悟があまりいい結果を生まなかったなぁ。と思っていたようだし、多少はそこら辺を変更すると思う。ションベン野郎がやっぱり後ろに立たれるのが苦手なら別の内派か、やっぱり扉間にした後、とりあえず内派政策は別のものにしろと扉間に言うだろう。扉間時代の内派政策としては別に間違ってないからな刑務部構成まで続けて天津さえ隔離までしちゃったから問題になっただけで、当時としては間違っていなくても、未来を知った上でも改変が必要ないほどに完璧な策、というわけではないでしょ？別に扉間が悪いと言いたいわけではないよ。マダラを2代目火影にするために扉間の権限を制限する。もうこれがダメなやつムーブすぎて。火影になったものがみんなに認められるんじゃない。みんなに認められたものが火影になるんだ。よ。やるとしたらマダラがみんなに認められるようなやつになるようにそっとフォローすることであって、弟の足を引っ張ることや火影の地位をマダラにあげることじゃないよ。里を作った後にマダラに余計なこと考える時間を与えないのが大事になりそう何やらせる？暗部っぽい組織の長でもやらせる？内派刑務部隊かな。割とマジで転職なんだよね。暗部だと暗躍する可能性あるから里の住民から目撃証言も得やすいだろう刑務部隊に配属して里内を警らさせる方がいいと思うたまに柱間が一緒に里を歩いて軽口叩ける姿を見せれたりしたら。マダラに美獣集めでもしてもらうか。分配に賛成してもらうのに一苦労かもな。賛成さえしてもらえればかなりでかいマダラの功績になるんだけどな。一瞬固まるけど原作通りのムーブをしそう何かの間違いでマダラストップが間に合わなかったとしたら受け入れて完遂しちゃいそう。未来が分かっててそんな無責任なことはせんやろ。柱間はそんな無責任なことしねえ、という気持ちと柱間は兄としての覚悟を恥じてねえ、という気持ち。柱間が自害しようとしない場合でもマダラと和解できるルートってあるのか？柱間が自害しようとしない場合場が膠着状態になって、はぁ、あ。まったく、仕方ないな兄者は。つって卑劣様が自害してくれるからマダラと和解できるよ。扉間ぶん殴って気絶させて絶対に自害しない状況を作ってマダラが根負けするまでエンドレス説得コース？なんだかんだで前の週通りにやらないとつまない？でも前の週通りにって義務感で動いたらマダラから腹渡認定されない。
でもマダラって本質が戦闘狂だから刑務部隊だけだとストレス溜まりそうなんだよな。定期的にどこかと戦わせる？柱間とも犠牲させとけいいんじゃねよ。強モードに突入せず敵対関係でもないなら殺し合いまでいかんだろ。周辺被害は考えないものとする。一周目の記憶あるなら賭場での大勝負で対象できるやん。柱間闇に舞い降りた天才のスタートか。理論上可能なはずなのに伝説のカモの師匠と思うと無理っぽく思えてくる。自害チキンレースを生き残った柱間、死ねば助かるのに。なおつもれなかった模様。自害するふりだけはしないだろうという信頼がある。柱間が殺そうがためらって自害されようが扉間を犠牲にした時点でマダラがお前。変わったな。する時間が早まるだけだからバッドエンドコースに行くぞ。ここで扉間が死ぬのがあらゆる意味でバッドエンドなの。ほんと笑うけど笑えない。この場面で扉間を犠牲にするのは論外だろうし、何か行動を変えるとしたらマダラを殺すくらいしかないのでは。そして柱間はその選択肢は取らないだろうから原作通り自害しようとする。逆に前回自分が生き残ってしまったからマダラと扉間が分かり合えなかったのでは。よし、死ぬぞってフルパワー高速自害するかもしれん。マダラが手をつかもうがお構いなしに切腹する。前回はマダラが止めると思ってなかったからびっくりして止まった部分もあると思うんよね。だから今回は来るの分かってるから超全力で自害しに行く。よかった、これでマダラと卑劣様はようやく仲良くできるんだね。マダラの性格の面倒くささ考えると自分が守れなかった弟を犠牲にする柱間なんて信用するに値しないから絶対無限つくよみに走るぞ。弟を守らない守れない柱間とか解釈違いにも程があるだろうからな。こんな世界は偽物。やっぱり里ができた後は黒絶封じに力を注ぐのでは。マダラに内派の石碑を信じるなとは言えないから、黒絶本人という証拠を引っ張ってくるか黒絶を殺すしかない。黒絶本人はマダラを観察してるだろうから、まずはマダラ周辺を見張る柱間。不審に思うマダラ。ねえ、それマダラに監視かてめえって思われるルートなんじゃ。やっぱり木遁で石碑壊そう。柱間がいやーすまんすまんって言えばマダラも一度めっちゃブチ切れるくらいで許してくれるよ。石碑ぶっ壊せば扉間もうちの兄者がすんませんってなって、内派への対応もそれなりに柔らかくなるんじゃない。やっぱり石碑は壊すしかないな。とりあえず里作ったら一、マダラに火影の話は振らない。民意聞いて決めようと思ってるぞ。ていう二、扉間がマダラ火影の剣で怒ってぶつくさ言わないので盗み聞きイベントが消える。ルイジーベが起きないように扉間にちゃんとわかってるぞアピールする。三、マダラには里の大通りとか橋とかの名前考えてもらう。四、マダラ扉間と三者でたくさん話す機会を設ける。五、石碑はなんかいい感じにうっかり壊すって感じ。マダラネーミングセンスあるからいいなそれ。内派一族の里の創始者としての名誉的なものが後の世代にも残るのはいいな。とにかく石碑だけは一番最初に壊しといた方が良いと思う。後は時間をかけてゆっくりやってこう。里抜け前に柱前石碑の内容を説明するシーン見る限り、盗み聞きする前の段階ならなんとかなるレベルなんだ。積極的に破壊しに行くより火影に推薦したりせず、ゆっくり里に馴染めるよう努力するべき。いきなり陸道仙人の母を復活させたい奴がいるだの、俺とマダラはチャクラ転生体で魂の兄弟だの言われたらさすがの卑劣様もキャパオーバーだろう。一晩寝て散々柱間とやりとりした後にやっと信じてくれるぐらい。信じてはくれるんだ。驚愕、さす SSR 弟。うっかり事故で壊すと内派の皆さんや扉間が駆けつけてくる可能性が高いから、柱間とマダラが一対一になる可能性が低いな。記憶が蘇ったショックでうっかりマダラを殺しちゃうパターンはないのか。これが最善の選択なのがまた。柱間はしないと思うけど、マダラはここで殺した方が世の中のためにもマダラ自身のためにもなるよな。多分柱間のためにはならないと思う。実利というより気持ちの問題で、親友と作った夢の里が親友を殺して作った里になってしまうのだから。最終的に殺さなきゃいけないのと殺して作るのとではまあ違うよな。あと内派のウサを殺したら同盟で作った里って形にはならないし、もう少し前ならイズナをノータイム治癒するのに。二周目柱間ってもう内面がおじいちゃん、隠居した老人だから、あんま積極的に何かを変えようとかはしなさそう。内派政策は別のものにしろと言っても刑務部隊以上の政策を柱間自身が出せないと、結局扉間の提案を受け入れるしかなくなると思う。マダラが暴れなければ扉間も内派やシャリンガンに対するトラウマがひどいことにならないから、内派刑務部をやったとしても居住区制限とかはしなくなるんじゃないかな。なんなら扉間から案を出させるんじゃなくて、先んじて柱間が提案して、マダラに内派としては意見どうだ
って振ってやったらマダラも安心できるんじゃないかな。マダラだよ。暴れるに決まってるさ。確かにウチハのことをウチハ抜きで決めるなというのはある。里の創設期のウチハ政策としては完璧に近いからな。扉間に各一族の今後の政策も考えておけ。弟子世代ともできれば話し合っておけというくらいしかできなくない？扉間にはまあまだな。ウチハ政策自体もウチハを最大限警戒している扉間が柱間亡き後で独自に制定したものなんだから。柱間が生きている間に、ウチハ警務部についての構想を出せば問題ないよ。そこでいつも通りに柱間、扉間で意見を出し合って妥協点を見つければいい。なんだかんだ言っても、二人が揃った時が一番完璧に近いんだから。とりあえずマダラには占有宣言しとく。マダラとの会話で兄弟ってワードを使うことが激減しそう。原作だとめちゃくちゃ使ってるけど、あれ地雷原でタップダンスしてるようなもんだしな。柱間自身が出現しまくってたことに気づいてくれてるかな。皆さんは、柱間が記憶を持ったまま人生2周目だったら、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。